様です。こんばんは。寒いですね。めっちゃ結構寒い、結構寒いこんばんは、お疲れ様です。今日はね、さっきツイートもしたんですけど、温泉入ってきたんですよ。だから今日はもうパジャマなんですそう、今日はもうパジャマですこんばんは。温泉入ってきたから体が冷えた、体が冷えました。逆にあの上がって帰ってきたら、こんばんは温泉入ってきました。今日も寒い、本当に寒い、結構寒い。こんばんは。急にありがとうございます。パーありがとうございます。飛行船でゆっくり、そうゆっくりしてきた今日。しかもね、めっちゃ寝ためっちゃ寝ました。あの桜の湯ってなんかさ、女性専用部屋みたいなところあるじゃないですか。あそこで爆睡しましたそう サウナも何回か入って来たこんばんは。そうそう、寒い、ありがとうございます。そう、そば食べたの。なんか今春のメニューがやってて、そう、なんか桜のピンクのおそば食べました。美味しかった。そうそう雨降ってる。天ぷら好き。わかる。ひなも今日はね、雨に打たれながらあの寝ましたそう、でもちょっと寒くて、入ったり出たり、入ったり出たりみたいな繰り返してた。うさちゃん耳パンか、くまさん今日はくまさん。味も桜味、そう、味もね、あのね、桜のね、味がちょっとね、したんですよ。そうそう。こんばんは。美味しかったです。
こんばんは。というか、一日いたんですよ、昼頃から。昼頃から一日いたから夜ご飯も食べてきたの。そう、というかさっきまでいたの。そう、さっきまでいたんだけど、あれは昼ご飯。あれは昼ご飯で、夜はタレカツ丼食べました。いいでしょ、タレカツ丼食べました。めっちゃ美味しかった。こんばんは。そうなんですよ、もう一日かけて体を癒しました、今日は。こんばんは。食べるね。そうだよ、食べました。とか言っといとか言っても、結局一人で食べなくて、ママにちょっと手伝ってもらった。手伝ってもらったんですけど、そう、ハートありがとうございます。でも虫に刺されたところがもうどんどんなんか派手になってきて、今もう本当にもう大丈夫っていうぐらい真っ赤なんですよ。だから明日の公演どうやって隠そうかなって思って。遥村、おとといの公演の時はまだそこまで赤みが広がってなくてピンって感じだったんだけど、なんかどんどんこんぐらいの大きさまで赤みが広がってきて、ちょっと明日の公演はさすがに隠さないとかなっていうぐらい今真っ赤になっちゃってるから悲しいです。ハートありがとうございます。そうそう、こんばんは、やっほー。ちっちゃいもの衣装だと隠しに、そうね、スカートだからね、足は。痛みとか、うん、痛みとかじゃなくて、かゆみ？もうずっとかゆいんです。ずっとかゆい。まだ、なかなかかゆみが引かない。そう、痛みはないんだけど。左足のすねに2個と、右足のすねに1個と、右足の膝の裏に1個だから各2個ずつ、各足に2個ずつあるんですよ。そう、でも左足がすごい目立つの。どうしよう、どうやって隠そう明日。結構ね、がっつり、なんかもう蚊に刺されじゃない、絶対やっぱダニなんかな。でもダニでこんなに大きく、なんか腫れはしてないんだけども、真っ赤、真っ赤って感じ。ダニでこんなに真っ赤になるんですか。名前なんて読むんですか。ひなたって読みます。諸橋ひなたって読みます。嬉しい、ぜひ。ありがとうございます、見に来てくださって。そう、うん、明日の夜の公演チケット取れたのでひなちゃん見れる、楽しみ。お、嬉しい、よろしくお願いします。お気をつけてお越しください。うん、なると思う。あ、そうなんだ、ダニって真っ赤になるもんなんだ。なんかひな、あんまりさ、そう、なんかダニに噛まれたこと多分ない、初めて。じゃあ初めてかもしれない。そんな、こんなでっかい症状になるんですね、ダニって。メロンパンありがとうございます。もうずっとかゆい、今もなお。今もなおめっちゃかゆくて、かきたい。かゆいです、今もなお。めちゃめちゃかゆい。
しばらく治らなかったらしっかり見てもそうね。なんか今はとりあえずもう ずっと痒くてもうどんどん赤くなってるからちょっと経過観察経過を見ていこうと思います。とりあえず飼い猫にダニついてて真っ赤になった。じゃあ真っ赤になるんだ。そっか、塗り薬とかじゃダメ。塗り薬塗ってたんだけど引く気配ないんだよ。いやわかんない、もうちょい時間かかってば引くのかもしれないけど痒い。とりあえずもうずっとうん、自分もないから症状がいまいちわからない。そう、もう痒い、もうずっと常に痒い。痛くは全然ないんですけど、痛くは全然ないんだけど痒くて、その刺された感じの見た目は蚊に刺されというよりはなんかもうチョンみたいななんて言えばいいんだろう。蚊に刺されてなんかさ、こう赤くなって全体的に赤くなってぷっくりみたいな。でもこのヒナの今回の虫刺されはボコッとしてないの。あの腫れてなくて、腫れはせず赤い、何て言うんだろう、赤いピン赤くピンって、もう本当にちっちゃい、ちっちゃくチョンってもうニキビみたいな、ニキビみたいな感じに、赤いニキビみたいな。でもニキビみたいにボコッとはしてないんだけど、もうニキビみたいな大きさのがピッて赤くなってて痒いなって思って、で今あれから何日経ったか分かんないけど、どん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 広がってきて、赤さがわーって。今はね、最初はもうピッてニキビぐらいの大きさだったのに、今こんぐらいまでなんか内出血みたいな、どんどんなんか、まあ、書いたせいもあると思うんだけど、どんどん内出血みたいな感じでこんぐらいの大きさになっちゃったっていう感じです。そう、うん、まあ書いたのも悪いかも。でもそこまでもう書きむしるようなことはそこまでしてないんだけどやっぱ書いたのも悪いかなとは思うんですけど、そう、うん、そう、ちょっと見て、あ、えっくんが頭がつんこした。大丈夫そうえっくんいるから見れないわ、ちょっとえっくんがね、膝の上で寝てるの忘れてたえっくん頭ごつんこしちゃった、すくいに、うんうん、こんばんは、うんうん、そうそう、聞こえた今えっくんが頭打った音大丈夫そううん、そう、結構大きくなってますね今。今日温泉でもう一回ちゃんと確認したらやっぱでっかくなってた、すごく。一個大丈夫か、うん、寝てる。ヤヒがぶつけたんが、うん、エッグの頭結構落とした。本当聞こえた、エッグが頭ぶつけました。かわいい親指に弱いおやつあげないと。ごめんね、エッグ。いや、ごめんね、ごめんね、逃げようとしたの今。えっくんね、裸になったんですよ、夏仕様。見てえっくんのね、裸、ほら皮膚でしょ、皮膚ピンクだもん、もう君皮膚がピンク。服着せてるけどもうね、毛が今1ミリしかないの、ほらソーセージみたいじゃない可愛いでしょ。昨日毛剃ったんですよ、エッコ夏仕様に。
今ねすごい毛伸びてたからね、最近最近すごい毛伸びてたから今1ミリしか毛がない。1ミリしか毛がないんだよ、やばいよね、見て本当に。ほら見て、ほくろ、かわいい。はい、さようなら。あ、また来るのね。膝の上に帰ってきました。そう、ツルツルなんですよ今エル君の体が。1ミリしか毛がない、本当にもうバリカンで。そうそう、こんばんは。かわいい赤ちゃん。今日明日は寒そう、確かにね。でもえっくん結局季節構わず冬でもね毛切られるからね。もうえっくん毛長いとすぐママが切るから。結局季節関係ないっていう。そう、結局ね。だるまありがとうございます。そう、この間真冬にママバリカンでエイくんの毛剃ってたもん。かわいそうに震えてたもん、本当に震えてたエイくん。かわいい。だるまありがとうございます。家で切って、そうそう、ママがねバリカンでいつも切ってんですよ。おもろいでしょ。でもねそれがまたうまいんだよね、なんか綺麗にバリカンされてんの。綺麗にバリカンされてるんですよ。なんか一回お姉ちゃんがなんか新潟に帰ってきた時になんかエル君の毛がその時伸びてて、じゃあなんかちょっと可愛く切ってみようみたいな言って、お姉ちゃんがエル君の毛を勝手に切ってたんですよ。そしたら出来上がりがめっちゃブスで、さすがママがいつもやってるあだけあってうまいなって思いました。もうお姉ちゃんがその初めてねうまく可愛くしてみようとか言ってなんかやってみたら全然顔が良くなかった。変な顔にされてたお姉ちゃんに、かわいそうにエル君。こんばんは。真冬は罰ゲーム。いやほんとそう、真冬に切るのは罰ゲームすぎてかわいそう。でもやっぱ毛長いとね汚れたりしちゃうから切らないとなんです。模様作ったりし、全然普通に可愛く切ろうと思って普通に可愛く切れなかったっていう。全然なんかそういう遊び的なことをしてたわけじゃなく、本当に やってみたのお姉ちゃんが。そしたら全然変な顔にされちゃって、やっぱ顔周りの毛が大事じゃないですか犬って。それをすっごいお姉ちゃんが失敗しておもろい顔にされたっていう。おとなしく切らせてもらえる。エッくん全然おとなしくないよ。エッくんね毛切られるのすっごい嫌いなの。だからねめっちゃ暴れる。めっちゃ暴れます。
昨日もママがめっちゃ苦戦してた。昨日もえっくんがすごい暴れるからめっちゃママが苦戦してました。クマかわいい、ありがとうございます。クマです。明日はね、公園だからね。今日はもうお風呂入ってるし、このまま寝るだけだから嬉しい。そう、明日昼夜だからね。しかも昼夜なのでね。うんうん。今日は早く寝れる。しかももう温泉入ったからめっちゃ体軽いから明日はすごい軽やかに踊れそう。軽やかに踊れそうね、気がします。すごく。こんばんは、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。明日はレンニャに会えるからね。明日はレンナさんとアイナさんに会える、嬉しい。なんか最近会ってなかった。嬉しい。ニャンニャンさんとですね、嬉しい。うんうん、クマありがとうございます。やった、クマの時にクマのギフトありがとうございます。ハートありがとうございます。焼きそばパンありがとうございます。うんうん、お腹すいた。メロンソーダ飲みたい。なんか最近本当にショールーム終わりに炭酸ジュースが飲みたくて、なんかわかる、なんていうの、すっきり、なんか炭酸ジュースってすごいさ、すっきりするじゃん。それがめっちゃ冷たい炭酸ジュース、炭酸強めの。だからなんかショールーム終わりに炭酸ジュース飲みたくて仕方ないんですよ、毎日。みんなは何のジュースが好きですか？何ジュースが好きですか？みんなの好きなジュース。カルピス、カルピスもでもわかる。めっちゃさ、不意に今めっちゃカルピス飲みたいっていう時ありますよね。ジンジャーエール今も好き。ジンジャーエール、あのお店とかでジュース頼もうとした時にメロンソーダがない場合は大体ジンジャーエールです。そう。うん、スプライト、スプライトってマックにあるやつだよね。ひなもね、たまにね、メロンソーダでもファンタグレープでもない、あのなんていうの、ない、なんていうんですっけ、日本語が出てこない、ない。あのファンタグレープでもメロンソーダでもない、もうちょいすっきりしたものが飲みたい時はスプライト。やっぱちょっとファンタグレープとメロンソーダってどっちかというと甘めじゃないですか。でもスプライトの方がすっきりする。だからそういう時はスプライトですね。
炭酸しか勝たんよね。コーラもわかる。なんかマックに行くとなんかポテト、マックにはコーラかなって思うけど、いつもでも結局コーラにしない。嫌いじゃないんだけどね。全然好きなんだけど、なんか意外とコーラよりコーラを飲まないことの方が多いんですよ。あんまりコーラ飲まない。結局好きなのに他に好きなものがありすぎてあんまりコーラ飲む機会ない。でもめっちゃ今コーラ飲みたいっていう時ある。めっちゃある。え、炭酸苦手な人いる？炭酸苦手な人なんかたまにいるよね。炭酸苦手な人、ひなもうジュースって言ったら炭酸しか勝たん派だからさ、なんかよくなんていうんだろう、お店とかでさ、飲み物付きです、この中から選んでくださいっていうところに、ところの項目に炭酸がないとめっちゃ悔しい。炭酸しか勝たん。でもさ、炭酸飲めないってことはお酒飲めない人ってこと？なんかよくさ炭酸苦手って言うけど、じゃあ炭酸苦手な人はさお酒も苦手ってことですか？だってお酒ってほぼ炭酸じゃん。え、お酒って炭酸なの？というか、え、お酒って炭酸でできてるとひな勝手に思ってたけどさ、実はどうなんですか？炭酸じゃないお酒ってあるんですか？炭酸ないお酒もある。あ、そうなんだ。え、でもほぼ炭酸でしょ。なんか炭酸なイメージしかないんだけど、炭酸なイメージしかないんだけど、お酒って。え、ビールは？ビールは炭酸でしょ。だって泡立ってんじゃん。なんかブクブクしてない？ビールって。日本酒は炭酸じゃ、あ、そうなんだ。へえ、ビール、お酒って全部炭酸なのかと思ってた。あ、ビールは炭酸ね。ビールは炭酸で。あ、そうなんだ。じゃあ炭酸苦手な人でもお酒飲めるんだ。こんばんは。へー、知らないことが多いですね。まだまだかゆい足の膝の裏の虫刺されがかゆすぎる。本当にかゆい。何これ、なんでこんなにかゆいの。かゆいかゆい、本当におかしいぐらいかゆい。かゆいよ。こんばんは。いた。ジュースの炭酸は強くて苦手。うそー。まあでも確かに、いったーってなる時あるけどね。でもそれはそれでなんかすっきりして好きだよ。痛いぐらいのさ強い炭酸あるよね。もう喉が痛すぎになっちゃうぐらいめっちゃ強い炭酸の時。ね、かゆい。あ、本当にどうしよう。本当にかゆいの引け。
え、本当に。なんか辛い、痒すぎて。痒すぎて辛い。うんうん。痒い。あの、本当に。それすらもさ。わかんないんですよね。何なんかな。どうなんだろう。でも蚊に刺されではないはず。見た目的に。見た目的に。蚊に刺されてもっとさ、ボコッとするじゃん。なんか、島みたいな感じで。うん、何なんだろうね。いや、何虫かが分かんないからね。やだな、これからやっぱ飯の時期になったらさ、たくさん蚊に刺されるよ。しかもヒナってなんだかさ、顔をよく刺されるタイプなんですよ。なんでかわかんないけど、顔をめっちゃ刺されるんだよね、蚊に。なんなんだろう。しかもなんかもうすっごい大事な日の前日に限って大事な日の前日に限っていつも刺される。明日は顔盛りたいっていう時の前日に限って、で朝起きたらもうブワーンってまぶた腫れててみたいな、よくあるんですよ。なんなんだ。本当にやだ。夏はね、蚊取り線香しか買ったんよ。無比とか塗る機会は多い方ですか？無比じゃないんですよね、私。蚊に刺されパッチです。そう、無比派じゃないんですよ。私パッチ派なんですよね、昔から。そう、パッチ派です。こんばんは。やだなぁ、蚊に刺され。みんな今年も頑張ろうね。蚊との戦い蚊との戦い頑張りましょう。もしかしたら山ありに噛まれ、そんなことある？でも確かに弥彦公園ならありえる。でもそんな足の膝の裏まで登ってくることあるかな。しかもさ、いたとか何もなかったよ。いたとかなかった。もう帰ってきて、その時は気づかなくて、朝起きたらなんか痒いなって思ってみたら、まあ、赤くなってたって感じ。次の日の朝に気づいた。なんだろうね。何に刺されたんだろう。その日以降は特に新たに増えたとかない。うん、ない。でも最初に気づいたのは左足の2つだけで、右足の2つはまだ気づいてなかった。でもその日のうちに気づいたから、そう、その日の昼間ぐらいに、あれ、なんか右足も痒いなと思って見てみたら、右足にもあったって感
感じ。そう、だから別に増えてはないですね。かゆすぎる、マジでかゆい。うわーかゆいよ、本当にかゆい、結構かゆい、結構かゆい、結構結構かゆい、結構結構かゆい。かゆいなこんばんは。だからやっぱもう桜見に行った時なのかなって思います。結構なんか草むらみたいなところ入ったんだよね。草むらではないけど、いかにも虫がいるだろうっていうところを歩いたから、うん、そうなんじゃないかなと思います。なんかこの部屋に虫刺されパッチ置いてたはずなんだけど、どこにやったんだろう。どっかやっちゃった。ひと夏、ひと夏、1年ぶりの再会だからね。今本当に毎日配信始めてから、この部屋に毎あの虫刺されパッチ置くようになったから。いやでもなんか2年目か、いやもっと前から置いてる気がする。そんなことないか。意識すればするほど、いやほんとそう、意識すればするほど痒くなってくる。やだなーやだなーやだなー。猫村虫もそうん多いですね。たくさんいます、虫。なんかさっきもわかんない、信じたくないから信じたくないからちょっとちゃんと見なかったんだけど、さっき部屋で携帯いじってたら、なんか視界の中に黒い何かがいたので、ん？って思ってパッて見たら、トンボ今家の中にいる気がする。でも信じたくないからちゃんと見なかった。あのカトンボっていう事実があったらひな本当にあの部屋に入れなくなっちゃうから、信じたくなくて、まあ見間違いだよねって思ったよ。見間違いでしょ。うんうん、一目間違いだと思ったよ。もう確実にカトンボっていうあのその容姿をひなの目の中に入れた瞬間、ひなはもう無理なんです。だからちょっと見ないようにした。でも違う虫でしょって今思ってる心の中で。カトンボじゃなくて、まあなんかちょっと蚊かなみたいな。いやでもちょっとカトンボっぽかったような気がするんだけど、確認したくなくて確認してない。そう、もうほんと無理、カトンボ大っ嫌い。しかもさ、カトンボって絶対ひなに意地悪してっていうさ、なんかルールあると思うんだよ。めっちゃ自意識過剰。でもひな本当にこんなにさ、こんなにカトンボに意地悪された人間に見たことないもん。多分ひなが一番カトンボに意地悪されてるもん。だから多分カトンボ界の中でなんかオムライスになったらきっと嫌われてんだよ。ひなが嫌ってるから、ひなが嫌ってるからあっちも嫌ってる。そう、カトンボの世界で多分こいつに意地悪しろって多分命令が下されてる気がするんだよね。だってさ、あまりにも意地悪だもん、あまりにも私だけを狙いすぎなんだ。いやめっちゃ自意識過剰すぎておもろ。
でもひなが嫌ってるからきっとあっちも嫌ってる。うん、でもこんなにこんなにこんなにカトンボに意地悪されることある？もうひな本当に今でもさ、カトンボ踏んだ時の感覚忘れないよ今でもカトンボ踏んだ時の感覚忘れないもん。ひなの目の前に飛んできたあのカトンボの顔も忘れないひなの目の前にこうやって飛んでき来たあのカトンボの表情忘れないもん。もうマジでもう本当に ぶたたこうかと思ったぶったたきのめそうかと思いました本当に。うん、もうすごい顔してこっち飛んできたからね、ブーンって。大嫌い入ってくんな人ん家に、あっち行け本当に今度人ん家入ってきたらもうね、ただじゃおかないからな後悔させてやる人ん家に入ってきたことを後悔させてやるんだから、もう、うんうん、もうほんとやだ、カトンボが嫌すぎて、もこれからの夏の時期はあ、やだな、どうしてどうやって生きていけばいい、日の夏の時期もう気持ち悪いにも程がある気持ち悪いにも程がある。ごめんなさい、カトンボも一生懸命生きてるのは分かってるんです、でも本当に怖いんです、ごめんなさい、気持ち悪いにも程がある。こんばんは。ほんと無理、もうほんと無理人生で一番嫌い、雲とカトンボ。でもあのね、雲の方が嫌いなの、どっちかと言ったら。もちろんもちろんなんだけど、雲の方が大っ嫌いなんですよ。でもなんでひながこんなにカトンボの名前を出すかっていうと、雲はそんなにお家に入ってこないでしょ。でもカトンボは人ん家に勝手に帰ってくるんだよ。だから嫌だ。虫にしてみたら雲の方が絶対に嫌いだけど、そういう性格の部分ではカトンボの方が大っ嫌い。性格面も付け足したらカトンボの方が大っ嫌い。でも虫で言ったらクモの方がもう何百億倍クモの方が怖いよ。実際に自分の体についクモかカトンボがくっつくならどっちって言われたら絶対にカトンボだもん。クモなんてもう本当にもう生きていけない、自分の体にクモがつくのは。でも性格面で言ったらカトンボが嫌いもう本当に最悪。しかも飛ぶなせめて歩けそれだったらまだ許す。飛ぶのが嫌なんだよ。あの地面と接触系の虫だったら、まあ、まだ許した。でも羽があることが許せない。もう虫ってやる羽虫ってやる、もう本当にやだ、もう本当やだ、もう飛ぶな、本当飛ぶな本当やだ、本当に無理、結構無理、ガチめに無理ごめんなさい、ごめんなさい、みんな一生懸命生きてる、ごめんなさい、でも本当に無理なんです。もう考えるだけで鳥肌立つ、やだやだ、本当やだう
っていうかまっすぐ飛んでほしい。それな、飛ぶなら飛ぶでうまく飛べだよな思いませんか。飛ぶなら飛ぶでうまく飛びなさいよあなたたちって感じだよね。なんでさ生まれた時からさ飛ぶ系の虫なのにあんなに飛ぶの下手くそなのねえもう本当にやだ、もう嫌いすぎてめっちゃ悪口言っちゃうカトンボの、カトンボの悪口めっちゃ言っちゃう。え、なんで、なんであんな下手くそなの。だってさいつも飛んで生きてるんでしょ。いつも飛んで生きてるんだったらうまく飛べなさい、飛びなさいよって思いますよね。なんであんな下手くそなんだろうみんなかわいそうか、トンボがかわいそう牛乳ありがとうございます。過去に何があったの。もう過去にいろいろあったの。カトンボに意地悪されててんのカトンボがそこまで意地悪じゃなかったらヒナもこんな悪口言わないよ。でもカトンボがヒナのこと嫌いだからヒナもカトンボのこと嫌いほんと無理。もう一回一回さ、私たちさ、やめないそういうさ意地悪の試合お互いさ嫌いすぎてお互いなんかもうさね怖い、ほんと無理、カトンボ無理すぎてもう、うん、そういうのカトンボとそういうなんかちょっと握手したい。あの私これからはカトンボの悪口言わないし、見つけても見つけても嫌がらないから、カトンボもヒナに意地悪しないでください、近づかないでください、お互いお互い近づかないようにしましょうって握手したい。そしたらもうどっちもどっちもさ最高じゃないね。そう一回さお互いのさ意見伝え合って、私はもう近づかないでほしいし、あの触れないでほしいし、勝手に家に入ってこないでほしいし、なんか襲わないでほしいっていうお願いがあるし、カトンボからしたらヒナはいつもカトンボの悪口言ってなんかもう、もうキャー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 言って、だからもうカトンボはみんなヒナに意地悪してくるわけじゃん。だからお互いお互いね、うんごめんなさいって今まですいませんでしたって、だからもうヒナの家に入ってこないでくださいもう嫌いませんから、もう嫌いませんからヒナの家に入ってこないでほしい、電車の中にも入ってこないでほしい、まあ、入ってきてもヒナには近づかないでほしいお願いしますはあね、ほんと無理、ガチで無理、ほんとに無理、ほんと無理、怖い、やだ怖い、ヤヒが都会に引っ越そう。違う、虫が悪い、虫が、虫が自然にいるべき、そこから出てこなければいいんですよ今悪くないもん、だってちゃんと家を建てて自分の土地にしてるわけじゃない、そういう世間が作ったもののところに来る虫が悪いんですよ。あなたたちは
山の中にいるべきでしょ、草むらにいるべきでしょ。まあそこで出会うんだったらまだわかるよ。まあ確かにあなたたちの土地だもんね、ごめんなさい。でも人の家とか電車の中とか、もう買ったんだから、こっちのものにした、したものはもう分かってほしいね。全ての土地があなたたちのものじゃないんだから、あなたたちお金払ってんのって感じじゃん。でしょ草むらにいるべき、森の中にいるべき。うんうん、そうそう、熱っ。せめてお外にいて。わかった、もういいよ、もう草むらの中にいなくてもいいかな。せめて外にいてほしい。人ん家に入ってくるのはおかしい。え、なんかさ、そういうのないかな、なんか虫が家に入ってきたら訴えられるみたいな。もう人間と同じ扱いにして、人間が人ん家に不法侵入できないわけじゃん。虫もそうしない？虫もそうしないですか。ハートありがとうございます。そうそう、カトンボ明るいところに吸い寄せられる。え、まずそれやめない？まずさ、虫がさ光に吸い寄せられるっていうさ、それをさまずさ改善しようよ。いや、そういう、そういうものですよね。すいません、それはもう直すも何もそういうものなんですから。最悪だな。でもそれをさちょっと改善してもろて、もう暗闇大好きになってほしい。本当に。パンありがとうございます。それはもうしょうがない、すいません、それはもう、それはちょっと私最低ですね、最低ですけれども、まあちょっと暗闇大好きだったらいいなっていうちょっとお願いかな。うんうんうん、まあもうさしょうがないけどさ、みんな、みんな、みんな同じ生き物ですからね、仲良くしましょう。カトンボさん、もう悪口言わないからお願い、ひなり意地悪しないで。それだけは伝えた。それだけは伝えた。うん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 、こんばんは。虫からしたらヤヒは進撃の巨人で、いや本当そうだよ。虫、虫からしたらもう、いやこっちも言わせてもらいたいよって絶対思ってる。ひなが今こうやって言ってる部分に対して絶対そうですよ。もちろん虫の言い分もあると思います。だから私たちは仲良くするべきなんですね。うんうん、仲良くしてお互い分かり合おう。分かり合おう。みんなもう悪口言わないから無理かもしんないけど、分かんないよ、カトンボがヒナに嫌がらせしてきた場合はまた悪口言うかもしれない。でもカトンボがもう あの悪いことしてこない場合はヒナももう悪口言わないから。カトンボ次第ですね。うんうん、こんばんは。喉乾いた、なんかすごく
温泉上がるとめっちゃさ喉乾くよね。なんか温泉ってやっぱすごい疲れるよね。体の疲れは取れるけどさ、温泉に入ることへの疲れってありますよね。でもすごい今日はめっちゃよく寝れそう。サンドイッチありがとうございます。小顔効果すごいでしょこんぐらいの顔の小ささになりたいですね。すごい汗かくもそうね。今日はしかもサウナにもまた入ったから汗かきました。たくさん減量できた。え、なんか前ひなさんは太ったって過去最高体重だって言ってたじゃないですか。でも今日体重測ったらね、計算すると何キロだろう、ちょっと計算してみる。え、めっ 2.4 キロも減ってたの。やったーやったー。別に何もしてないんだけどな何もしてないんだけど、なんかまあ元に戻ったって感じ元に、もう元に、元になのか分かんない。もうなんか、なんか元になのかも分かんないの。体重ずっと最近測ってなかったから元に戻ったかも分かってないんだけど、まあその過去最高体重ではなくなりました。はい元に戻りましたそう、え、 2.4 キロって結構すごくない？まあでもあの時は、まあ、食べた後に測ったっていうのもあったかもしれないけど、そう 2.4 キロ減ってました。そうそう良きでしょでとか言ってね、とか言ってまた測ったら増えてるかもしれない。そう、でも見た目はやっぱなんか最近ブクブクしてる感がすごいんですよ。戻ったのかもわかんないけど、元がどんぐらいだったかを最近測ってなかったからちょっとあれなんですけど、ありがとうございます。そう、そうそう、もうこの間の DMM 顔がブクブクすぎてもうさすがにやばいって思ってさすがにやばくない？ひな本当にビビった。やばい、これはもうアイドルではないって思った。顔がブクブクすぎて本当にやばいなって思って、ちょっと頑張ろうとか思いながら、もうひなってさそういうマッサージとか続けられないからさね。どうしたら続けられると思う？そういうマッサージとか教えてね。みんなって何か毎日続けられてることってありますか？みんなが毎日続けてることある？歩く、毎日散歩、すごい、ストレッチ、すごい、ね、本
い、もうそういう毎日さ配信なんか、あ、まあまあ私も毎日配信、まあ、してるけど、それとこれとはなんか違うんですよ。なんていうの、なんかそれマッサージとか筋トレとかを続けられないの。よし今日から頑張ろうとか思っても、もう無理、絶対続かん。だからもう本当に、まあ唯一確かにひなも毎日続けられてることって言ったら毎日配信だけど、そういうストレッチとか散歩とか毎日やろうって決めても絶対にできない、絶対にできない、本当にできないのね。どうしたらいい、うん、本当に本当に嫌だ。毎日筋トレしたい、でも やれない。いや、もちろんなんかなんて言うんだろう、ちょっとはやってるよ。でもなんかがっつり やりたい。がっつりやりたい。うんうん、そう、本当に続けられない。本当に続けられない。すればいいか、毎日毎日ショールームでやるとかなってもね。とかなってもね、うん、でもそしたら続けられそうだけどね。でもみんなに筋トレ見してもなって感じじゃない。みんなに筋トレ見してもな。しかもこの部屋そんなに広くないし、しかもなんか自分が筋トレしてさ、なんかもうさ、ひなってさ筋トレ中めっちゃさ、うわーみたいな声出ちゃうからさ。そう、それはずいな。うん、めっちゃ男みたいな声出しちゃう。そう、だからやっぱみんなに見せるのはちょっと、あ、音声消してやればいいんだ。でもなんかめっちゃめっちゃさ、シーンとしてそんな話、筋トレ配信してもキモいよね。キモいよね。最近ショールーム音声消せるようになったからね。これ音声消せんのかな、本当に。聞こえませんでした？これ使えば何でも言えるね。これ使えば何でも言えるね。うんうん。え？なんか今めっちゃ傷つくライン来たんだけど。なんか今お姉ちゃんがママのいとこと
ママのいとこも東京にいるんですけど、と会ったらしいんですけど、ママのいとこがひなは結婚できなさそうだねって言ってたよ、だってつらそんなこと言わなくてもいいじゃんね。そんなこと言わなくてもいいじゃんね。まあ確かにできなさそうだけど、確かにできなさそうかもしれないけど、そんなこと言わなくてもいいじゃんね。なんかいろんな話してたんだって。うん、それでママのいとこがお姉ちゃんに「ひなは結婚できなさそうだね」。ひどいね、ちょっとね確かにできなさそうだけどね、確かにできなさそうだけどね。うんうん、そう、この間もね、この間もさ、ほらいとこのさ、お母さんと結婚の話になってさ、まあ結局多分私たち姉妹は結婚しない、そんな早くしないだろうから、きっといとこが先に結婚するよって話になったんだよねそうそうっていう話になったの。そう、それで、まあ、いとこが先に絶対そうだよ、絶対いとこが先に結婚するとひなは予想してる。私の姉さんはね、結婚願望がねあるのかもちょっとあんまりわかんないでもなんか一応ひな、この間ママに姉って結婚願望あるのって聞いたら、なんかなくはないみたいな言ってたなくはないって言ってたから、いつかするのかもしんないけど、でもまあなんていうの、ひなのおばあちゃんがひ孫を先に見るのは絶対にいとこの子供だと思う。ひなのおばあちゃんが、だからひな、この間ね、おばあちゃんと二人で行った時に、ね、ひ孫見たいって聞いてみたのね、おばあちゃんにそう、そんななんか、まあなんて回答したか覚えてないんだけど、でもとりあえず先にひ孫見るのはきっといとこの、ひなのいとこの子供だと思うよって言っといたそう、じっくん一緒にフードかぶろう、お揃いで。いっくんシマウマね、ひなくまさん。ごめんね。ごめんね。だいぶありがとうございます。そうそう。かわいいね。いっくんね、今シマウマの服着てるから、ズブラ柄の服着てる。かわいい。もうひなの子供はえっくんですえっくんしか勝たん。ひなはもう一生えっくんと離れられないからね。えっくんとは一生離れられないね。ひな、ほんとにさ、もし自分がね、まあ、いつか、まあ、どっか家から出ていくってなったら、えっくんと離れ離れになるわけじゃないですか。絶対に無理。えっくんがいない生活なんて絶対に無理。だからさ、お姉ちゃんすごいなって思う。よく犬のいない生活にさ我慢できるよねって思ってひなは絶対に犬のいない生活我慢できない。うんうん、かわいいえっくんしか勝たん、えっくんしか勝たん。
そうそう。かわいいでしょ、エッくん。マジで。あともうさ、なんか将来将来犬がまあさ、きっとね、やっぱいつか家からさ出てさ、えっくんとにいやんがさ、たまに実家に帰ってきた時にしか会えないわけじゃんそんな生活になったら本当に生きていけないかもしれない本当に生きていけないかもしれないですこんばんは。そうそうそう、なんかひなのママのいとこ最近結婚したんですよ。結構そう、結構ママと年すごい離れてて、そう最近結婚したんですね、ひなのママのいとこがでまだその相手さんに会ってないんですけど、ひながすっごいちっちゃい頃好きだったってこの間さ結構前に話した人なんですよ。わかるかな、ひながちっちゃい頃にまだその人すっごい若くてすっごい好きだったの、ちっちゃい時ひながその人のことママのいとこねでめっちゃ肩車とかしてもらってすごい覚えてる。ずっとその人にくっついてたんだけど、最近その人が結婚したんですよ。でまだその相手さんに私も会ってないんですけどすごい今へすごい面白い面白い、会いたい、早く会いたいそうすごいね、すごい優しくしてくれたんですよ、ママのいとこ。昔めっちゃ肩車してくれたそんな方がね、そう結婚ですって、すごいよねうん、初恋の人違いますよ、そういう好きじゃない、あのなんていうの、お兄ちゃんみたいな感じでめっちゃ好きだったの、すごい優しくて、そういう恋の好きじゃなくてなんていうんだろう、もうお兄ちゃんみたいな、そうめっちゃ優しかったんですようんうん、そうめっちゃ背高い人、ほぼ2メートルの人めっちゃ背高いの、その人バスケ部だったんだけど、すっごいバスケ上手ない人だったんですけどバスケ、やっぱバスケのすごい人ってみんな背高いよねうんうん、そうそうね、結婚の相手さん、お正月に挨拶に来るって今 LINE で言ってたから、今年のお正月に会えそうです今年のお正月にすごいなぁ端の方でひっそりして、うん、絶対そう、あ、こんにちはみたいな、もうこんにちはって言って、あとはもう、あ、端で絶対気まずいじゃん、だって
ひな、もうママのいとこでさえ気まずいもん。もう昔はそうやってそのなんかお兄ちゃんみたいな感じで、自分もちっちゃかったからなんかこうさ肩車してもらったりしてたけど、もう今ではもうママのいとこでさえ会うとめっちゃ気まずいもん。めっちゃ気まずい。でもめっちゃ話しかけてくるよ、その今言ってるママのいとこね。めっちゃ話しかけてきてくれるんだけど、もう今ではもうそれですら人見知り発動しちゃって、あ、うんみたいな、うんみたいな、何か質問されてもうんみたいな、もううんしか言えない、うんしか、うんうん。うんうん、そうそう、そう昔ねすごい優しくしてくれたんだけど、なんか自分がいざ大人になるとさ、なんか接し方わかんなくてさ、微妙に微妙に、しかも なんでかすごい話しかけてきてくれるんだけれども、みたいな。そう。とりあえず何回会っても身長の高さに驚く。ガチで高い、もう2メートル190何センチ、196とかだった気がする。ガチで高すぎて、もうすべてにおいてドアくぐるとき絶対こうやってもう姿勢低くしないとくぐれないみたいで怖い。でかすぎて、でかすぎて、もうすごい毎回それに圧倒される。久しぶりに会った親戚に距離感じちゃうの分かるね。やっぱそうだよね、なんか常にさ会ってれば全然いいと思うんだけど、やっぱ久しぶりに会ったりすると、しかもそのちっちゃい頃の自分を知られてるから、そこからこう自分は大人になったわけじゃん。自分はそこから大人になって、まあ、一応もうこう、しかも大人っていう年になったわけだから、なんかあの時はもうってやってたけど、今になったらどう接するのが一番いいのか分かんなくて、結局めっちゃ人見知りみたいな。そう。バスケ選手並み、うん、本当にそう、バスケ選手並みすごい。絶対街中歩いてたらジロジロ見られるだろうなって。あの人バスケ選手じゃないとか思われそうじゃない。なんかさ、ひなもさ、あの街並み歩いてる時にめっちゃ背高い人いるとさ、バスケ選手なのかなって思ってさ、ちょっとこう見に行っちゃうもん。やっぱりなんかそうだから、なんか身長高いとバスケ選手って思われがちだよね。そうじゃないのかもしれないけど、ちょっと見ちゃう、身長高いと。もしかしたらバスケ選手かなとか思って。うんうん、そう。こんばんは。うんうんうん。だからね、ちょっとそういう時に人見知り発揮しちゃうの、どうにかしたいですね、本当に。うんうん。身長高いのすごいよね。あそこの景色を味わってみたい。だからひなちっちゃい頃よくさ肩車してもらってた。うわー懐かしい、懐かしい。お互い若かった。ひなはまだめっちゃ子供だし、お互い若かった。でもめっちゃ覚えてる、すごい肩車してもらってたの。
仕事あって今来た。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。うん、何歳頃までしてもらって、わかんない、ちょっとそれは覚えてないけど、本当にやってもらってたなって感じ。ちっちゃい頃はちょっとそれはわからないけど、高いといろんなとこに頭つく。まあそうだよね。だから現にもママのいとこがそうやってもうさ、ドアもう慣れてんだなと思って、もうなんていうの、もう自分が背高いことをちゃんと分かっ、どのぐらいでぶつかっちゃうっていうのもちゃんと分かってるからもうちゃんとこうかがんで、すごいね、めんどくさいよね普通に、すごいなと思って。うちらなんて、ひななんてもう全然届かないようなところさ。何年ぐらい会ってない、ね、2年ぐらいかな、2年ぐらい会ってないかも。そう、2年ぐらい会ってないかな。でも2年前のお正月は一緒に過ごした気がする。そう、2年前のお正月確か一緒に過ごした。でもその時になんかなんかそう、めっちゃ話しかけてくれたんだけど、どう接するのが一番いいのか分からず、うんうんみたいなうんうんみたいな感じだったそうそう、こんばんは。向こうにすれば今でも子供に見えてます。確かにそれはそうかもそれはそうかもね。いやでもだって向こうはひながめっちゃちっちゃかった時のことを知ってるから、逆に大きくなったって思ってくれてるかもしれないよそう、こんばんはそうそう、逆にね、よそよそしい、そうよそよそしい。2年のブランクならすぐに話せそう。まあかもしれないんだけどでも2年前も2年前でどうすればいいかわからない感じだったから、どうなるかね。遠い親戚だと久しぶりに会ったら敬語使うかも迷う時、ほんとそう。ひなも長岡にいいとこがいるんだけど、なんかいつも今いとこはね、いとこにはもちろんタメ口なんだけど、いとこの親とかいとこの親になんか敬語使うか迷うなんかまあそんな、まあ、もちろん家族なんだけれども、なんかたまにしか会いに行かないから、そう、こっちのいとこと違ってさ、こっちのいとこはもうほぼ毎日会ってるし、もう本当にもうほぼ一緒には住んでないけど、本当に毎日ほぼ毎日会ってる感じだからいいんだけど、やっぱたまにってなると、なんか小さい時は全く気にしなかったけど、なんか今こう自分が大人になっちゃうと、やっぱ敬語をちゃんと使わないとかなとか思う。ちっちゃい頃だったらもうあんまりそういうこと気にしてなかったけど、やっぱこう大人になっちゃうとね、いやちょっと敬語かなって思ったりするんですよね。そうそう、こんばんは。大人になると敬語にしないとって思っちゃう。そうなんですよ、大人になったからこそめっちゃ考えちゃう。そんな感じ
長岡のいとこにも会いたいな。すごいさ、もう長岡のいとこみんな頭いいよ、運動神経もいいし、もう絶対血つながってないんじゃないかレベルでさ、頭の違いがおかしいのよもうあレベチなの。なんか長岡のいとこ3人いるんですけど、1人同い年で今めっちゃいい大学行ってるし2人目は2個下、2個下、ひなの2個下ってことは、ってことは今年高3になるってことか。このこれから高3になる、もう今もう高3ってこと、新高3か。もうめっちゃ頭いい高校行ってるでしょ。ってことはその下の子も今年新高1ってことじゃん。え、新高 1？ 新高1か。絶対頭いい大学行っただろうな、その子も。最近会ってないからわかんないけど、もうなんでみんなそんな頭いいんだがわからん。もう分けてほしい、その頭をちょいといとこなんだからちょっとぐらい分けてもらってもいいじゃないでしょうか。お願いいたします、本当に。いいなぁ、運動神経もいいしね。うんうん、すごいなみんな本当に。うんうん。みんなどんどんなんか周りも、まあ、自分ももちろんさ、年はどんどん増えていくんだけどさ、周りも増えてってさ、でもみんなはさ、その年相応にちゃんとさ、中身も大人になっていってさ、でもひなってさ、年は増えてるかもだけど中身はもうずっと止まってる気がするんですよ。はあ、周りのみんながどん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 大人になっていく、ひなだけずっと取り残されて止まってる止まってるよ止まってるよ、ずっと。もう自分の年下の人ももうどん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 ひなのことを抜いていって、待ってってなってる状態待ってひなを置いていかないでって今言ってる状態なんです、ずっとそう、みんなが置いていくか、すごいな。うんうん、なんか すごいな、周りの人たちがこういろいろやってるとすごい刺激になる。例えばさ、今あの3歳下のさ、こっち側のいとこね、こっちにいるいとこがさ、3歳年下で今進行になんですけど、なんかもうすごいんですよ。なんか自分の好きなことをやりながら、こうなんか今ベースとピアノを独学でなんか練習したりとか、なんかこう部活バレー部入ってるんですけど、バレー部やりながら週一でなんかそういうクラブ、なんていうんですか、そういうクラブ、なんていうの、あの楽器系のその部活ではないんだけど、部活ではないんだけど週一であるなんかそういう集まりみたいな、そう、それでベース練習してるみたいで、なんかそういう自分の好きなことやって、しかもやりたいって思ったことをそうやってちゃんとやり続けられてるのすごいなって思って、あーサークル、そうそう、そんな感じのやつにも入ったらしくて、いとこが、うん、そう、だ
からなんかこういとこん家に遊びに行くとすごい2階からそういうなんかベースやってる音が聞こえてきたりとかピアノやってる音が聞こえてきたりとかそれしながら勉強もやってて、はあすごいなってすごい刺激になるめちゃめちゃ。ね、将来のために今勉強もしながらさ好きなこともやってすごいなすごいな。ひなが一番何もやってない。ひなのお姉ちゃんも高校の時すごいいろいろやってたもん。そのひなのお姉ちゃんも楽器やってたんですけどそういう部活みたいな入ってひなが一番何もやってない。もうひなって何もしてないの本当に。なんかもうずっとずっと座ってるずっと座ってる こんばんはずっと座ってるんだまあね、ひなはまあアイドルっていうことやってるけど何もうまくいかないしただやってるだけでうまくできないみたいなそこなんですよだから頑張んないとなって。なんかうまくできない。すごいなあ。みんないろんなこと経験してかっこいいなあかっこいいなあ。みんな本当にみんなみたいにかっこよくなりたい。みんなみたいにかっこよくなりたい。みんなかっこいい。みんなそれぞれかっこいい。すごいな。なんか一回バイトしてみたい。こうなんか一回その社会の社会勉強みたいな一回なんていうんだ、普通のバイトをして、まあちょっと話は変わるけど今の話とはちょっとまた違う話になるんだけど、一回なんかバイトして店長に怒られてお客さんに怒られて、すいませんすいません申し訳ございませんってやりたいそう、なんかそういう経験って大事じゃない。すいません申し訳ございません、もう一度作り直してきます、失礼いたしました、失礼いたしました、すいません。社会勉強ね、社会勉強大事。いやでもやっぱさ、いろんなお客さんがきっといるわけじゃん。コンビニとかもきっとさ、なんかもうクレームみたいなさ人がいるかもしれないじゃん。おいお前なんだろうな、例えば何でクレームがあるんだろう。もう絶対でもそういうお客さんっているじゃん。お前とか絶対店員に向かってそういうことを口聞く人もいるわけじゃん。絶対に絶対怒鳴られるじゃんきっと、そういう人
絶対怒鳴ってくる人いるでしょきっと。あー割り箸入ってない確かに。おいなんで割り箸入ってねえんだよとか言ってめっちゃ怒鳴られたらどうする。申し訳ございませんだよね。クレーマーへの接しとかもめっちゃ社会勉強になりそうじゃん。絶対どこにもクレーマーはいるじゃんきっと。本当にすいませんでした。すいません。謝ってばっかりじゃねえよとか言ったらどうしよう。そしたらすいません謝んなとか言われたらどうしよう。今もうどうすればいいの。すいませんめっちゃやばい。そういうのあるかもしれない。なんか謝りすぎてなんかわかる。もうどうすればいいんだろうそういうの。申し訳ございませんでした。で他に何て言えばいいのかわかんない。以後気をつけます。以後気をつけますはダメ。なんていうのが正しいんだろう。申し訳ございませんでした。以後気をつけますは違うよねお客様に対して。なんていうのが正しいんだろう。すいません代わりに2000入れておきますね。最悪ありがた迷惑ね。いらねえよとか言われたらどうしよう。どうやって対処するのが正しいのか分かんない。何でも謝る人にクレーマーは調子乗るから気をつけ。あそうなんだ。いや何でも謝っちゃうから気をつけよう。じゃあ自分が悪くないって思ったことには謝る。でもそういう、 もう店員様とお客様の立場っていうのはやっぱりさ、どんなことこっちが悪くなくても謝らなきゃいけないじゃないですかやっぱり。うん。お箸くらい家にあんだ。うわー確かにやだ。お箸なぜお付き合いいたしましょうとか言ったらさ、いや箸なんていらねえよ家にあんだろうかとか言われたらどうしよう。あすいません。すいません。もう何でもかんでもなんかそういうこと言ってくる人いそうじゃない。あ普通にいりませんってさ、普通の人だったらあ大丈夫ですっていうものに対してそういうクレーマーさんってきっとさ、いらねえよ分かれよとか言う人いそうじゃん。そんなことも分かんねえのかみたいな。怖いな。もうめっちゃ妄想してじゃん。実際そんな人がいるか分かりませんよ。分かんないけど、なんか何に対してもそんなことも分かんないのかみたいな気持ちで言ってくる人っているじゃないですか。そんなの言わないと分からないでしょっていうものに対して、いやそんなことも分かんねえのかみたいな、といると思うんですよ私の予想は。実際バイトしたことないから分かりませんけどね。でもかわいそう。そんなんです。店員さん怒られたらさ、お箸いりますかってただ聞いただけなんだよ。聞いただけなのに、いやそんなん聞くなよ分かるだろとか言われたら泣いちゃうよね絶対。うん。わーやだー、そういうの怖い。うんうん。いなくはない。やっぱいるんだ。バイトくん殴るぞって言われてた。どうしよう、変な殴るぞって言われたらなんて返す。すいません。すいません。
すいません、もう自分でたくさん殴ります、ごめんなさいごめんなさいって言って目の前で自分のことこうやって、すいませんすいませんってどうすればいいの、そんな殴るぞなんて言われたらもう対処の仕方わかんないよ、怖いね、世の中にはいろんな人がいるから。怖い怖い。いやでも本当にバイトっていうものをやっぱ一回もしたことないから、すごい一回やっぱ経験してみたいなってすごい思います。はい、そんな感じみんなもなんかバイトのなんか、みんなはきっとさ、まあ、バイト、まあ、経験ある方の方が多いと思うから、なんか面白いバイト話あったら教えてください、メールとかで教えてください、ぜひ。こんなお客さんが怖かったとか、こんないい人に出会いました、なんかむしろ逆にそういう怖い人にもたくさん出会いそうだけど、いい出会いもありそうだよね。ひなはきっともし自分がコンビニの店員さんだったら、お待たせしましたって言った時にありがとうございますって言ってもらえたら絶対嬉しいだろうなって思います。そう、自分が店員さん側でお待たせしましたって商品渡した時にありがとうございますって言われたら、いい人って多分なるだからなんかそういう、なんて言うんだろう、まあ、嫌な人もたくさんいるだろうけど、いい人にもたくさん出会えそう。うん、手料理持ってきてくれる優しい人いる、え、すごい、いいな、なんか素敵な出会いもありそうだよね、人と人との。アンケートに自分の名前書かれた時嬉しかった、わあめっちゃいい、いいなあ、ひなもそういうのやってみたい。確かにひなも小さい頃さ、なんかご飯屋さんに行ってアンケートあったらさ、なんか良かった人の名前書いてた、まあ、ひなも書いてもらいたい、頑張ろう、めっちゃ笑顔で、めっちゃ笑顔でお仕事して丁寧に名前書いてもらいたいな、自分も、うん、まあいつかね、そんな機会があったら頑張りたいと思いますはい、ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思いますランキング読みます。13位ウッチーさん、ありがとうございます。12位つるさん、ありがとうございます。11位たけるんさん、ありがとうございます。10位ましおさん、ありがとうございます。9位やまぐーさん、ありがとうございます。8位ととちゃんさん、ありがとうございます。7位ゆうとさん、ありがとうございます。6位やっきーさん、ありがとうございます。5位いそけんさん、ありがとうございます。4位ゆずきちさん、ありがとうございます。3位わーくんさん、ありがとうございます。2位山さん、ありがとうございます。1位けんわんさん、ありがとうございます。はい、ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。明日はですね、明日はちょっと微妙な時間なんですけど、6時15分から6時45分に配信したいと思います。よろしくお願いします。ちょっと早いんですが、明日はちっちゃいもんクラブ公演があります。昼夜よろしくお願いします。朝は6時15分から30分です。よろしくお願いします。みんな今日も一日お疲れ様、今日はもうすぐ寝れる、やったおやすみなさい、また明日、バイバーイ、おやすみなさい、いい夢を。